ミッキーとミニーちゃんのね表情がちょっと変わるということで、かなりねエントランスのグリーティングがかなり混んでおります。もうラインカットされてんのかなこれ。それでは今日右側からパークを一周していこうかなと思います。あとねセレブレーションタワーのねフォトスポットの列もかなり長くなっております。あ、これ昨日販売したやつじゃん。3月1日に販売したバターカップの新グッズですね。どう見てもインスタ映え狙ってるよね。あ、でもなんかこのタオルの嬉しそう。スマホケースおしゃれにつけてるね。個人的にはねポケットティッシュなかったかな、ぬいぐるみじゃなくて、それは可愛かったんですよね。でもなんか女子中学生と高校生受けって感じですね。ティモローランド来ました。お、モンスターズインクもう終わってる。90分待ち。今ねドリーミングアップ前だからかな、ドリーミング前のパレード前だからちょっと落ち着いてるけど、ドリーミング終わったらね一気に人が流れてきそうな気がするんで、110とか120になるんでね、もしパレード興味ない方とかだったら逆にこのタイミングで並ぶのもいいかもしれないですね。スターツアーズもここまで外側まで急ラインの列ができていますね。さっき待ち時間見たら35分待ちでした。あまり春キャンシーズンと混まないぐらいの待ち時間だけど、パレード終わったらまた一気に混むかな。トゥモローランドって結構混みやすいイメージあるんだよね、パレードルート終わったら。これスターツアーズの隣なんですけど、パレード前でもこれだけかなり人が動いてるので、今日はちょっと入園者数多そうですね。今言ってたスタツア前がこんな感じっすね。すげえな人相変わらず。全部ショーベースのワンマンズドリーム待ちかな。初回がね抽選ないんで、まあ抽選外れちゃった方が初回並べばまあ確実に見れるんですけど、それすらもね、だってドリーミングアップ前なのにこんなに混んでるって結構入ってると思います。比較的落ち着いているこのねアストロブラスターのファットバス発見所のお隣のポップコーンワゴンもかなりね列ができてます。いつもはこの辺ぐらいまでしかできてないんだけどね、さすが土日っすね。ストロブラスター前ですね。待ち時間はそんな混んでないね、50分落ち着いてるけど、おーもうファストパス8時から9時っすね。もうほぼ後半なので、開園して3時間でもうこのファストパスのお戻りの待ち時間なので、これからね東京ディズニーランドに行かれる方ね、この時間でこのお戻りなのも計算していただけると嬉しいです。スペースマウンテンへ来ました。ファストパスはこっちは落ち着いてるね。ただストロブラスターより待ち時間は長めなので、パレード前でもね混むってことはちょっと今日学生さんが多いイメージかな。春キャンシーズンっていうのもあるので、マウンテン系が混雑してる印象はちょっとあるかなっていうところです。来年っすね、ベイマックスのアトラクションに、まあ、美女と野獣のエリアと、でこっちがシアターかな。もうあと1年って本当にあっという間だよね。土日のドリーミングアップがね今停止するんですけど、停止じゃないポジションは若干まだ空いてる方かなっていう印象ですね。通過するだけでいいんだったらね、ファーストとかセカンドじゃなくて、ファーストとかセカンドじゃなくて、サードとかトゥモローランドテラス側からね、遠くから見るっていうコースでもありかと思います。全然遠くからでも楽しめようと思えばね、楽しもうと思えば楽しめるかと思います。では、トゥーンタウンへ入っていきます。これ全部ミトミ？すごいね。なんかニューフェイスに変わるからかな、いつも以上になんか列ができてそうな感じしますね。いつも列ができている。スプリングロールがかなり列ができてないです。ここって平日土日問わずね結構ワンコインで買いやすくて混むイメージがあるんですよね。営業時間が早いんだね、19時30分までみたいです。前のグッドタイムカフェですね。ここも土曜日土日、ここ今日はね土日ということもあってかね、外側まで急ライン、外側までね列がはみ出ています。ワンコインで買いやすいよね、ミッキーピザとかドナルドバーガーとかですね。てか待って、35のプレート消えてんじゃん、レギュラープレートに変わってるね。もう集約されたのかな。ファイブアンドダイムだっけ、そのトゥーンタウンのヒューイ・デューイ・ルイのグッドタイムカフェの
向かい側のポップコーンワゴンがねかなり混んでおります。Q ラインが 2,3 列できてるね。そしてグッドタイムカフェのお隣のポップコーンワゴン、ここなんだっけ、醤油バターだっけ、そうそう醤油バターに変わったんだよね。そちらのポップコーンのね列も1周2周ぐらいしてるのかな、かなりの混雑をしております。買えるのは新商品のミニーちゃんのポップコーンバケットです。伝わるかな、伝わるかな。ここからねぐるーって1周してもう1周してそこがねポップコーンワゴンになるぐらい、土日はポップコーンが空いてるイメージ、土日はねポップコーンが混んでいるイメージがあります。たださっきのねやっぱりトゥモローランドの方がね2つレジがあって空いてるので、あのアストロブラスターのお隣のポップコーンワゴンの方が回転率はいいかなと思います。まあ、セカンドでシンデレラ城前で停止してるのかな。でもねサードはね本当に比較的平和な印象ありますね。土日でこの平和は嬉しいね。このトゥーンタウンにね迷い込んだ感じがすごく好きです。ウジャーラビットのカートゥースピンはまだ休止中です。これもそろそろだよね、3月下旬頃運営再開予定ですね。ということでファンタジーランド入っていきます。海側へのご通行はパレード終了後からのご案内となります。お迎えの方トゥーンタウン方面パレード到着いたしますとトゥーンタウンからは出られなくなります。パレード終了後からのご案内となるのでファストパスのお時間とかをお気をつけてください。ハニーハント150、久々に150っていう数字見たかも。ハニーハントのファストパス終わっております。あ、そして今停止が終わってドリーミーが来る頃かな。今日さモンスターズインクも早かったしハニーハントももう今11時20分かな、15分から20分前後でなくなってるので、ハントスプラッシュやってないのもあるか。今日ハニーハントとモンスターズインクもどっちかファストパス取って朝一入園待ちできるんだったら、まあ、どっちかファストパス取ってどちらかにスタンバイして並ぶのもいいかもしれないです。パレードしてるのに超歩きにくい。てかパレードでみんな止まってるのが急にもうここから動き出すんだもんね、停止見てた人たちが。さらに混むって今日やっぱ入ってるよ。ちょっと笑えないぐらいゲストの量がねすごいですね。もう人がゴミのようです。お、スモアが30分待ちでもね外側まで列ができていて、かなりねゲストの Q ラインの列がかなり多いので、まあ、30分だったら逆にこの時間で並ぶのもいいよね。今からお昼なのでもしかしたらこれぐらいの待ち時間が1時間ぐらいキープされて続く可能性もあると思います。カルーセルカルーセルも15分待ちで外側まで列がはみ出てます。あ、ドリミだ。え、てか逆にここで見た方が停止だったらいいかもね。さっき空いていたレストランでご飯食べてドリミを停止じゃなくていいんだったらこの距離でねちょっと遠くから見て触れるのもいいかなっていうところですね。パレード終わってもねお昼前かな、11時12時前で60分待ちなので、ってことは10時半ぐらいかな、その時間帯だったらもしかしたらレストランの列空いてる可能性もありますね。ということで今バンケットホール並んだのかな、で60分待ちで並んで今11時55分ぐらいだったかな。まあスムーズにレストランの待ち時間長くは書いてあるけど入っていって今室内でメニュー表こんな感じでね、でこのチーズハンバーグがねなくなるんでちょっと食べ納め、まあなくならないかリニューアルしちゃうんでちょっとね食べ納めしていこうと思います。まあスープ系ねこの時期寒いからまだ肌寒いからいいし、サラダとかね、せっかくディズニー来たんでしたらハートのねストロベリームスケーキとか食べてねインスタ映えでございますよ。で35周年のこのケーキももうあと1ヶ月切ってるのでチェックしてみてください。ゲートが新しくなったんだよね。お子様ステーキとかフランスステーキとか、はい、ということでラズベリーのハンバーグですね。これもねメニューが変わるんだよね。チーズは残ってるけどねこのクラッカーがなくなるのかな、ちょっと寂しいね。で今回はねケーキもちょっと頼んで
もうアリスのね世界観に迷おうと思います。それでは食べていこうと思うんですけど、今日ちょっとブロガーさんの方がいらっしゃっていて、顔は出してないので、もちろん僕しか映してないんですけど、ダブディズニーのユージさんと今からちょっとね貴重な体験だと思ってるので、ご飯食べれればなと思っております。このハンバーグかな、ラズベリーソースがなくなっちゃったりとか、クラッカーがねなくなっちゃったりとかするんでね、もしこれからパーク来られる方はね、お早めに、3月26日だったかな、3月26日切り替え、3月26日に切り替わるのでお早めにお願いします。今1時10分ぐらいかな、ご飯食べ終わって、でラブディズニーのねユージさんとちょっとお話ししつつね、情報共有しつつご飯食べさせていただきました。まだやっぱりこの13時10分の時間でもねレストランは混むので、土日はやっぱりもうちょっと時間帯避けた方がいいかもしれないです。ここのマジカルマーケットの BLT サンドは誰も列ができてないですね。食を選ばないって言ったらあれだけど、ディズニー感ないけどさ、 BLT サンドとかだったらすぐに買えそうです。だからどうしてもねお腹空いてたりして友達と並びたいとかだったらね、何か食べて並びたいとかだったら BLT サンド食べながら並ぶのもありかと思います。ホーンテッドマンションも列ができてますね。ファストパスがもうこれ最後の方ですね。60分待ちで夜遅い時間帯のファストパスに変わっています。グランマサラへ来ました。あ、グランマサラそんなに混んでないね。マサラが空いてるね。20分ぐらいの待ち時間みたいです。土日で13時のぐらいの時間で20分っていいね。多分ねスプラッシュがやってない影響あるんじゃないのかな。クリッターカントリーって今スプラッシュマウンテンがねやっていないから、まあ、その影響がクリッターカントリーの中に入ってこないゲストが多いのかな。それもあってか20分待ちみたいです。土日でこの待ち時間は嬉しいっすね。スプラッシュマウンテン休止中で3月5日から運営再開予定です。スプラッシュ水流してるじゃん。いつの間に始まったんだ、また水入れるの。早く乗りたいね。やばいね、もうほんとうじゃうじゃいるじゃん。到着キッチンもキャストさんがね列を誘導していて分散させてるのかな、まあ、20分から30分ぐらいかな、まあ、20分ぐらいの待ち時間でね買えそうな感じはありますね。ガラグリも混んでるね。65分待ちです。でもやっぱりミッキーとミニーちゃんのニューフェイスのあの件のあったからミッキーの方が混んでるね。はい、ということでビッグサンダーマウンテン来ました。ここもねかなり人がいます。さすがにファストパスはもうないか。130分待ちみたいですね。スプラッシュやってないでこの込み率か、そんな入ってないのかな。でもハニーハント150だよね。ドリーミングアップ1回目がねさっきの11時の時間なんだけど、土曜日とね最終日かな、20日から25ぐらいまでは2回公演になっていて、1回目はね2時間前だったらまだ最前列はやっぱり土日だったら埋まるけど、2列目とかだったら空いてる印象ですね。この前もこの1周パーク1周してるんですけど、土日の方がやっぱり小さなお子様からね年齢の幅が幅広く感じますね。地下鉄も25分待ちで、お昼の時間ちょうど終わったからどんどんゲストがねアトラクションに乗る時間なので、ここから待ち時間が増えるかなーって予想ですね。お隣のジャングルクルーズもすごそうだね。ぶりにチキルームに見るのに列ができてるのを見ました。混雑してる時でもチキルーム待ち時間短いイメージあるんですけども、この日今日はそうね、全体的にこの時期スプラッシュやっていない関係もねやっぱり影響してるのか、チキルームですらも列ができてますね。びっくりします。牛角煮ライスコーンがお取り扱いのザ・ガゼーボはそこまで混んでないっすね。もうね35周年期間だけなんだよね。もう終わっちゃう、寂しい。上にねラプッツェルがねちゃんとついてるのもねグランドフィナーレっぽいのかな。通常ついてなかったもんね。これもね35周年終わる前にねあと何回か食べておきたいメニューですね。この海賊もね外側まで Q ラインが3列ぐらいできてるぐらい混んでいます。確かに今35分って言ってたね。土日で35分でこれがちょっときついね。カリブ自体ね 乗客人数というかね乗車人数が多いから、まあ、時間何も乗るのないとかだったらねこのアトラクションこのタイミングでも乗っていいですし、夜乗れるんだったらね絶対夜の方が空いてるんで夜乗るのもおすすめです。
でも120、120、150、150、絶対ニューフェイス効果だね。タツアーズの45分待ちもすごいね。ゴーコースターもかなり混んでるね。見た感じスプラッシュ動いてたらちょっと緩和するとしても、まあ4だね。やっぱりスプラッシュやってないのも考えたら4ぐらいかな。 4.5 から 4.4 の間ぐらいの込みですね。5周年いよいよ終わってしまいます。ペイストリーパレスだったかな、チョコクランチのお店入っていこうと思います。チョコクランチがね35周年グランドフィナーレになってんだよね。最初にやったっきりだもんね。好きなフレーバーをね18個選んで缶に入れていってリボンで結ぶ仕様になってます。これまだこのレギュラーのノーマルのずっと買ってないんだよね。でもグランドフィナーレも欲しいな。今限定がねカカオか、カカオとソーダで35周年限定のねお祝いするフレーバーがスペシャルストロベリーショートケーキだね。18個ね、あのさっきの缶から選んで詰められるのね。3月25日まで35周年期間やってるのでチェックしてみてください。予約制なので予約取ってきていただければね、予約サイトで待ち時間0分なので土日だったらね予約取った方が回転率とか効率良かったりするので予約取れたら予約をおすすめします。メニューこんな感じになっております。天ぷらさ食べに来てもいいよね。でもうどんもいいな。僕個人としてはねロースカツ膳とか結構好きですね。小さなお子様とかお年寄りとかね 和風のものしか食べられないってことだったらねぜひ北斎来てみてください。3月1日販売のねユニコーン、バターカップだね、バターカップの新商品のグッズも昨日販売してます。スマホケースとか結構売れそうだよね。まあ、でもこの鈴とかもね、でも鈴はいらないか。ポケットティッシュがねすごく売れそうな印象ありますよね。面白いけど挟まる。15周年のぬいばももう少ないね。ミッキーとミニーちゃんあるけどドナデシアもないね。爪切りとかティッシュケースとかフェイスタオルとか残ってるね。ということで東京ディズニーランドのパークを一周してきました。やっぱりねスプラッシュやってない関係だからか混んでるように見えるのかな。キャパがねスクリッターカントリーに人があんまりいないことを考えたらそんな混んでないのかな。4なのかな。土日だけどスプラッシュマウンテンがやってない混雑度って感じかな。なので混雑度4ぐらいですね。まあ言ってしまえばもう次の土日からスプラッシュマウンテン動いてるからやっぱり動いてる時来た方が得するんじゃないのかなっていう印象ですね。で今回ねバンケットホール行ってねあのブロガーさんとちょっとねお食事の機会いただいたので、まあ、ラブディズニーさんって言うんですけどユージさんと今回お食事だけさせていただいて動画はね一切撮ってないんだけど、まあ、レストランの待ち時間の状況とかまあね、いろんなお話聞きたのがね個人的にブロガーさん目線とかにしてるところが違ったりするんですけど情報共有できたとかっていうのもねすごく嬉しかったです。前も2月10日の3連休の中日でも動画撮ってて逆回りで今回撮ってるので、まあ、ファストパスのなくなり方とか混雑度こんな感じっていうのがね確か明日はね雨とか天気が悪くて今日が混むと思うので、まあ、混雑度がね伝われば個人的には行った気分というより混雑度が伝われば嬉しく思います。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるのでよかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。 C 行ってきます。 C 混んでるだろうな。